怒った新任監視官ってあなたね。思ってたよりずっと可愛い子。顔に似合わず思い切ったことするもんね。何があったの？深夜くんにお尻でも触られた？おしゃべりで、スタイルの良い、セクシー系の女性。タバコをよく吸っており、お気に入りの銘柄は、フォルティシモ。好きなものは、恋愛とファッション。彼女は、分析官として7年以上、公安局に勤務している、結構な古株でもあり、監視官や執行官たちの、捜査活動を様々な分析データを用いて、バックアップをする役割を担っている。そのためか、作中では、箱舟事件を除き、全くと言っていいほど、公安局の外に、出ている描写がない。また、彼女自身は、潜在犯であるが、医学校に通い、法医学研修を積んでおり、医師免許を所持しているため、検視や、公安局刑事課の捜査活動を支援しながら、執行官たちの健康管理も担当している。この世界では、医師などの、特殊な免許が必要になる職業に関しては、高等教育修了後に、2年間追加で、専門学校に通うことが、義務付けられている。しかし、空の森シオンは、非常に優秀だったらしく、1年時に、医師試験に合格し、通常2年間通わなくてはいけない専門学校を、自身の不安定だったサイコパスを理由に、医学校を中退し、当時の教官の勧めもあり、公安局に入局した模様。ちなみに、医学時代の、法医学研修時の教官曰く、法医学従事者は、監視官と同等に、色相悪化のリスクを背負うが、社会にとって、欠くべからざる要職であるとかなんとか、余談ではあるが、この世界では、正岡智美が、刑事になった数年後に、シギュラシステムの、職業適性診断をベースに、教育、就業体制が整備されている。こういった時代背景もあり、文化省が義務教育制度改革を推進し、大学制度が廃止された。そのため、一部私立教育機関、私立応相学園などを除き、6、4、4制で、初等、中等、高等教育が行われている。要するに、この世界では、旧時代の大学教育は、そのほとんどが、高等教育に置き換えられている模様。ちなみに、鴻上信也と、常森茜は、この高等教育の卒業時に、義務教育課程最終考査を受け、高い数値を叩き出した上に、監視官適性まで出した、とんでも優等生であった。こうして、公安局始まって以来の、優秀な成績で、刑事課に配属されたキャリア候補生、という名の称号は、下村、鴻上信也、常森茜と、世代を超えて、受け継がれていったのであった。ただ、約2名ほど、一般的な出世街道から、大きく外れてしまうことになってしまったが、また、当時の鴻上信也の影に隠れ、あまり目立たなかったが、宜野座の武器課も、学生の頃から文武両道で、十分に優秀であった。そして、常に人手不足と言われている、公安局で、彼女が果たしている役割は、非常に大きく、鴻上信也も、彼女のことを、情報分析の女神様、と称賛していた。そもそも、検視官も執行官と同じように、適性ある潜在犯を採用する、分析官制度をとっているが、医療資格を有する潜在犯は、非常に珍しく、入れ替わりが多い執行官と比べても、その人員は少ない模様。というのも、この世界では、個人の色相が、何よりも優先されているため、自分から進んで、この職業を選ぶ人が少なく、異常犯罪によって犯された被害者を、検視できる人物となると、かなり希少になってくる、といった背景がある。実際に、空の森シオンが配属された時も、分析官は一時的に欠員状態になっており、分析官は、慢性的な人手不足でもある模様。ちなみに、彼女が配属される以前、鴻上信也や、宜野座の武器課が、監視官をしている時に、丸、タスクという、美人でお色気ムンムンのアシスタント、を欲しがっていた、池尾寺風の、男性分析官がいたのだが、彼女が配属される時には、分析官が、一時的な欠員になっていた、という描写と、その後の物語に、一切出てこないということを鑑みると、そういうことなのだろう。そして、気だるげな雰囲気を出しているが、仕事は迅速で、的確にこなしている。さらに、彼女自身も、何があっても余裕を保っていられる、
自負を持っている。また、牧島翔吾を、一人で追跡するために、公安局を抜ける決意をした鴻上信也に対し、あなたと一緒に、寝てみるべきだったのかなと彼の心境を理解しながらも、彼がいなくなることへの寂しさを吐露し、全てを察していた彼女は、証拠品であるヘルメットを、鴻上信也に渡した。また、鴻上信也が行方をくらましたことで、落ち込んでいた常森茜を、優しく抱きしめ、心とサイコパスは別のものよ、と彼女をことを案じ、慰めたりもしている。さらに、牧島翔吾の一件が収束し、国塚や酔いと、一緒にベッドで寝ている時に、行きかかりから消えてしまった、鴻上信也、正岡智美、かがり修正について、思いを馳せており、非常に仲間思いな一面も見られた。余談ではあるが、木の座のブチカは、メガネをかけていた方が、ありだったらしい。そして、国塚や酔いとは、恋人関係にあり、二人きりの時は、お互いに、名前で呼び合っている模様。要するに、両思いである。さらに、テロ組織、箱舟のトップであった、国塚や酔いの元カノである、滝崎里奈に対し、今の恋人と、一生添い遂げるつもりだから、と滝崎里奈に対して、堂々と言い放ち、彼女は自身の、国塚や酔いに対する情熱的な思いを、口にしている。また、真の自由を目指し、国外逃亡を試みた滝崎里奈に対し、海外は本当の地獄よ、と滝崎里奈の、浅はかな考えを指摘している。彼女曰く、日本のような、近代的な国家体制を維持している地域は、皆無であり、大概が、紛争や虐殺、あるいは、重度の核汚染によって、居住不能な無人地帯と化している、とのこと。これは、彼女自身が、直接見たのではなく、彼女の父親が、外務官僚だった時代の資料を盗み見て、海外の情勢を知っていたらしい。余談ではあるが、空の森の家は、代々官僚を輩出する、古い家系でもあった。また、作中で言及されることはなかったが、空の森シオンの年齢や、彼女の父親が、外務官僚であった、というセリフから、空の森シオンの父親は、空の森明継ぐ、ではないかと思われる。というのも、弟である、空の森英春の性格や、第七次帰民政策で、1000万人を殺害した罪悪感、また、それらの罪の贖罪を、伊ざや祭りに求めていた様子から、彼には、隠れて子供を作るような素振りが見られなかった。さらに、2080年代初頭に、重篤色相悪化者隔離施設において、世界最初の執行事例として、初代火星常習となった、彼女たちに、スローターで執行されており、そもそも、空の森シオンが誕生した、2085年には、すでに英春は、死亡しているからである。ただ、空の森兄弟は、野菜タワー落成式襲撃事件の後に、お互いの存在を入れ替えているため、書類上の、空の森シオンの父親は、空の森英春だと、思われる。また、細かい設定を拾うと、兄の空の森明継には、妻がいたが、色相悪化を理由に離婚しており、戸様の外務省に飛ばされた時の彼には、子供がいなかった。さらに、外務省時代の空の森英春が、2055年に実施された、第七次帰民政策の責任者をやらされた時、彼は20代半ばであったことから、2070年代の、野菜タワー落成式襲撃事件の時には、多く見積もっても、明継の年齢は、約34歳から、36歳と考えられる。さらに、2080年代初頭に、彼女たちに、スローターで執行された時の、彼の年齢を、約45歳とすれば、空の森シオンが生まれた、2085年を起点に計算すると、彼女は、空の森明継が、多く見積もっても、50代の時に誕生した子供と推測できる。そのため、空の森シオンは、空の森明継が、海外で外務省と一緒に仕事をし、消息を絶った後に、誕生した子供である可能性が高い。ただ、彼女には、空の森拓磨という兄がいるらしいので、父親が明継だった場合、明継が最初の子供を作ったのは、40代くらいと、推測できる。しかし、空の森の家系は、代々官僚ばかり輩出している家系でもあったので、明継の性格や跡継ぎ問題を考慮した場合、他の人間が、空の森の家を引き継いだ可能性も、考えられるため、
からの森家の正当な後継者である男が、からの森氏恩の父親である可能性も十分に考えられる。そうなると、兄のからの森拓馬が、からの森家の次期当主ということになる。ただ、個人的な感想になりますが、からの森氏恩が生まれた年代や、彼女がタバコを吸っている姿、仕事をそつなくこなす様子を見た限り、ここら辺の設定をさりげなく絡ませて、からの森兄弟のキャラ設定を作ったのかなって思ってます。なので個人的には父親は秋継ぐかなって思ってます。まとめると、彼女は気だるげな雰囲気を漂わせて裏方ばかりで、目立った戦闘シーンこそないが、公安局において非常に重要な役割を担っている人物でもある。ただからの森の人間はシギュラシステムに人生を狂わせられることが多い。からの森兄弟のうち、兄の秋継ぐに関しては、厚生省から、当時ろくな権力を持っていなかった、戸様の外務省に飛ばされ、難民認定室室長という、雑務を押し付けられた。弟の栄春に限っては、第7次帰民政策の責任者にされ、免罪体質や、シギュラシステムの正体を理解する段階にまで至り、最後は、ドミネーターの試作機である、スローターで処分されている。そのため、彼女の人生も非常に雲行きが怪しいのかもしれない。ざっくりではありますが、以上がからの森氏恩に関する解説になります。それでは今回はこの辺りで終わりになります。ご指摘やコメント、皆さんの考察などありましたら、気軽に書き込んでいってもらえると嬉しいです。